アラペコアザラシと申します。三国志14、難易度は極級、シナリオは揺らぐ艦長、選択君主は公園。第15回を始めさせていただきます。前回は燕侵攻の最中に兵力の少なくなった勝敗に董卓軍が迫っているところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。当主さんはこちら行って、こちら攻撃仕掛けましょう。よし、賭け燕に入ったのはいいですね。どうした？あとうまい具合にね、周囲の歩は奪ってますね。報酬配れる方配っていきましょう。燕救援の軍が出てますね。いや、ここ受け止めたいけど、受け止められる武将は諸葛金か。諸葛金と長京さんでちょっと一旦出てみるか。人数を抑えて、いや、率は猪突だから危険だな。一旦戻そう。分かった。で、陳留から出撃で女性さん酸素を奪いましょう。ついてこい。で、包囲占領発生すればここら辺全部全滅ですね。良い曲だな。このまま行って攻撃と。心得た。こちらに。このように行って攻撃と。心得ました。いや、何でしょうか。ロシュクは家系ですね。承知しました。これでいいんじゃないか。では進めていきましょう。このターンには包囲占領も発生すると思うんですよね。よし、撃破、順位を捉えました。いいんじゃない。あら、包囲占領発生しなかった。なぜ。あ、まだ取れてないからか。次のターンで包囲占領発生しますね。で、混乱状態だけど、これで包囲占領、ここも発生しますね。いいんじゃないの。どうされましたか。駆け入れていきましょう。どうした。周囲はこちらで攻撃と。承知した。陳武はこのように攻撃。やろう。なんだ。東州さんはこのように攻撃を仕掛けましょう。任せろ。で、報奨は配ったと。で、勝敗から出撃と。水攻持ってる方、リツーさん出していきましょう。猪突が発生しないように、このように平坦を切っていきましょう。腕が鳴るぜ。いいんじゃない。さあ、それでは燕の争い見ていきましょう。どうされましたか。王位で家計入れてこう。お任せください。鎮東でも家計ですね。では進めましょう。あとは周囲の新家計が入ってくれれば燕は落ちますね。よしよし、豪華が入った。よし、焼き払いましたね。で、正義を捉えたと。あとは燕を、よし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 、耐久値半分。いいんじゃない。これで救援軍は全員、さらに包囲占領、素晴らしい。2連続の包囲占領はいいですね。で、受手。お、大芝ですね。この包囲占領が効きましたね。
確認してくれ。お呼びでしょうか。そしたらロシュクでこちら攻撃を仕掛けましょう。で全員攻撃ですね。心得た。でこの2体はここまで行きましょう。やるとしよう。で巨匠から出撃できる方、こちら奉仕2人と諸葛金、あと眼光使える方陳心さん、あと統率高い方だとこの辺りか、一番攻撃能力の高い行軍が魚鱗も眼光も変わらないですね。では兵士最大で高層まで行きましょう。いざ出陣です。いいんじゃない。で報酬を配れる方配っていると、陳竜から出撃できる方で奉仕の方2名こちらですね、歌詞倒していきましょう。出陣だ。お、また牧羊に攻めかかってくれてますね。そしたらこちら牢を奪って人情を奪って帰りましょう。さあそれでは縁の争い見ていきましょう。見てくのはいいけど他で動きは特にないですね。大丈夫ですね。あとはここを刈り取るのとかちょっと見たいですけどねまあまずは縁ですね。では進めていきましょう。縁の争いです。いいんじゃないの。よし豪華入った。で進化圏も入りましたね。これは連携ですね。はい、縁陥落です。いやースムーズだな。全員投与していきましょう。では全員捕虜になってもらいましょう。正義さん、よしよし投与できた。で当主さんが捕らえた順位を投与していきましょう。捕虜になってもらいましょう。で縁が6番と、確認してくれ。でこの2体は入りましょう。承知した。それと縁、おっとっとっと、いやいや、縁から出撃で奉仕使える方と、あとは魚鱗使える方で出ましょう。兵士一括8000ぐらいで、で周囲は進化系、いや眼光の方がいいかな。周囲はで固有戦法を混乱巨鳥怪力無比噴戦とで兵士一括8000程度で、こちら中心にいるコースをめがけて進軍いたしましょう。いざ勝利をもたらさん。でこの2体は円の中に入りましょう。任せてくれ。いいですね、一気に壊滅させてますね。おお、助けに来てるな。カシを倒したら退却しましょう。任せてくれ。相手になんかしてられないですね。ああ、猪突がある方がいるな。これはまあ仕方ないか。ここの部隊壊滅できたら大きいからな。さあそれではこの辺りちょっと見ていきましょうかね。まずはこの2体でカシを倒した後素直に戻れるか。魅力を、よし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 、撃破。よし、いいですね。でこちらいいんじゃない。いいんじゃない、伸び込んでるよ。報告がある。でコースは倒せそうですね。そしたらここはもういいか。一旦やっぱり縁に戻りましょう。でこの後の軍の進め方としては、次は深夜を落としたいですね。
そうするとジョナンが安全地帯になるのでいいですね。さあこの軍勢でコースを倒し、あとこちらの馬で進軍しましょう。では進めます。いや、コースを逃がさないよ。よし、龍体捕らえられなかったけど倒しましたね。で、コースを倒したと。吉報をお持ちしました。いいですね、知力プラス5、統率プラス2。いや、足止めがかかっちゃいましたね。報告がある。さあ、それではね、老慶はちょっと捕らえたいとこですね。見ていきましょう。続いてください。突撃が入った。役立ちましょう。達成いたしました。よし、格好賞仲間になったの大きいですね。よし、ローケー捉えた。いいですね。これを。いやー、それでは円の救援軍を撃滅したので全員戻りましょう。やってやろう。で、今度は円と深夜。深夜を抑えるために円とジョナンからね、強撃の形でね、なんとか奪っていきたいと思います。報酬配れる方配っていきましょう。感謝いたすさあそれでは円から出撃いたしましょう。周隊、陳頭、陳部、巨長、とりあえずこの4体かな。でこちら固有戦法を豪華、固有戦法連度、固有戦法豪華で奮戦と豪華でいきましょう。でこちらを持たせて幾陽まで進軍いたしましょう。ついてこい。で巨匠からこちらジョナンの方に諸葛金移動させましょう。行ってまいります。でジョナンから一足早くロシュクとシュウユ、ロシュクとシュウユに進化系と豪華混乱を持たせて出撃させましょう。で砦を壊しましょう。みんな我が指揮に従え。であとは三越最小と豪遊、猪突のない二人出して、三越隊最小でこちら部員の歩を抑え、こちら最陽光としましょう。で豪遊で義王を抑え最陽光を落としに行きましょう。我が命に従え。であと諸葛金が来たらまた出しましょう。報酬配れる方配っていきましょう。おで、あとこの2体が来たらまた出してもいいですね。長安1万4000しかいませんからね。さあそれでは深夜に向けて進軍開始です。さあどんどん行くよ。長外さん、いや仲間にならないのか。忠誠85ですけどね、捕虜になってもらいましょう。よしよしよし、龍宮軍との同盟延長ですね。確認してくれ。陳龍に向かってなんか厄介な軍が出てますね。そしたら移動呼び寄せで徐行大使寺主官ガセちょっと呼び寄せましょう。参ろう。さあそれでは輸送隊がまた入るので円から出撃していきましょう。当主さんで戦車を持たせて砲円で11000でこちら攻撃しに行きましょう。腕が鳴る。さああとはうまくいけるかどうかだな。では進めていきましょう。深夜3万もきっと出てきますからね。いいんじゃない？
ドメイン長成功しましたね。ここまでか。おお、陽光さんが亡くなってしまった。で、反トタク連合が解散しましたね。報告がある。で、牧羊に向けてまた軍が出てますね。こちらは一体何がしたいんだ。陳留に向けて軍を出してるのか。で、ただ牧羊に向けても軍が出てますね。で、ジョランから出撃で諸葛亀砲炎で豪華混乱を持たせて、こちらまで進軍しましょう。出陣します。今現在董卓の力は50万で、我らは27万ということなので、そこそこ抵抗してますね。いやー、それにしても孫策とかね、あと龍がちょっと情けないな。もうちょっと抵抗してくれてもいいだろうと思うんですけどね。それでは深夜付近の様子見ていきましょう。深夜から出撃はしてこなければいいですね。いいんじゃない。死者が面会を望んでいます。董卓軍の死者ですね。ここは拒否ですね。お金よりも従友たちの方が大事ですね。報告がある。お、そしたら集隊でここまで進軍。ここに陳頭、ここまで申した。なんだ。陳武がここまで進軍心得た。で、巨長がここまでで、任せろ。東州さんはここまでとやろう。進軍していきましょう。で、周遊と露宿、そして諸葛金でこちら家計仕掛けていきましょう。砦を壊そう。で、陳留に接敵してしまってるので、太子寺眼光で、あと眼光使える方いないか。太子寺眼光5000でいいでしょう。で、バタイルが出てくるかもしれないので、ここで待機ですね。出陣する。波状が8なのでね、刺して怖くないですからね。移動呼び寄せ、眼光使える統率の高い方ちょっと呼び寄せておくか。お、加工商がいますね。加工商はぜひ来てほしい。あと周光さんもちょっともったいないっちゃもったいないな。あ、勝敗の長所さんがいますね。長所さん呼び寄せましょう。あと王位がいますね。王位と加工所を呼び寄せましょう。向かいます。さあ、それでは深夜の様子見ていきましょう。深夜1万1000出てきた。厄介だな。三越豪遊か。よろしくお願いいたします。必ずやお役に立ちましょう。必ずやお役に立ちましょう。魅力を尽くします。魅力を尽くします。手足となって働きます。よろしく頼む。いやー、残念だな。忠誠を誓おう。撃破ですね。確認してくれ。いかがだったでしょうか。縁を奪取し、次の目標を深夜進行に見定めた我ら後援軍。しかし、倍の勢力を持つ董卓軍は深夜に3万もの兵を詰めております。これは深夜にて大規模な野戦が起きることはもう予想できるところでございます。果たしてこの野戦に勝利することはできるんでしょうか。そして反董卓連合軍が終わった今、河北は荒れ果ててしまうのか。それでは今回はこれにて終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたら、ぜひお付き合いをお願いいたします。